法政大学の山口です。まず私ども市民連合が今日提出した要望書の中身についてかいつまんでご説明いたします。すでに私たちは9月21日に市民連合として総選挙における野党の協力を求める声明を出して記者発表をさせていただきました。でその後昨日の安倍首相の記者会見を経て衆議院解散が事実上確定いたしましたので、その状況を受けて改めて4野党に協力、候補者の一本化、それから重要な政策の共有について要望を出すという今日の運びになりました。でその選択肢を提示するということは、具体的には小選挙区において候補者を一本化するということに他ならないわけでありまして、それから希望の党についてなんですが、私たちが今回要望を出したのは、やっぱり安保法制反対、さらには昨年の参議院選挙以来ずっと共に戦ってきたその蓄積、積み重ねの延長線上にある行動なので、突然できた希望の党に対して市民連合として申し入れるというようなことは現段階では全く考えていません。すると首都圏1都3県中心に希望の党が候補者を擁立していったときにですね、それがその市民連合として応援できる候補者かどうかといえば、これはやっぱり自民党はもちろん敵だけど、希望の党が応援に値するか、それはなかなかやっぱり難しいんじゃないかなと思うんですね。現状ではその三つどもえになっても、やはり4野党が推す候補をなんとかしてみんなで応援するみたいな形に多分なると思います。はい、では本日はお忙しいところ誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。